今日は最後まで諦めるなという話をしていきます。高校野球とかそういうのでは本当に諦めずにプレーするんですけど、この諦めないでプレーするっていうのは非常に大事なことなので、本当に最後まで諦めないということを大切にしてほしいなと思います。で、諦めてしまうというのは試合の勝敗、これを諦めてしまうだけではなくて、この成長の機会、これを失ってしまうことにもつながるので、最後まで諦めないというのは、この最後の最後まで自分の成長、これを諦めないということでもあるので、この最後まで諦めないというのを大切にしてほしいな。で、それをやるためには普段の練習から本気強く取り組み、諦めずに取り組む、こういうことを積み重ねることによってそういうことができるようになってくると思うので、この試合でも練習でも諦めないということをぜひやってみてほしいなと思います。今日の話は以上になります。